はい、えー、どうも、えー、久保さん。久保さん、暑い、暑い。なんかね、あの、この山田電機の駐車場、まさかの BGM ガンガン流れてるんですね。えー、マジかーみたいな。<laughs> BGM ガンガン流れてるから、これねあ、締め切った状態ですよ。クソ暑い。BGM、いいや、いいや、いいよし、えーっと、男は辛いよ。 よっしゃに辛いようですよ。僕辛いよ。暑いよ。もうクソ暑いですね。クソ暑い、このクソ暑いなんか、車の中締め切って喋るのはもう、梅雨だ。今日お風呂、朝風呂入ってきたのにね、マジかよって感じですけど、まあ汗がやばい。ちょっとね、チョイスミスですね、ここ。BGM まさかガンガンで流れる駐車場ってありえますありえるんだなぁ。まあ、なんだ。 ん久保さんが言ってたのが何でしたっけその、ま、受診、あの、受信あの、受信の仕方ですよね。まあ、今あの、あの N H K ぶっか、NHK をぶっ壊そうと、ぶっ壊そうと、名前何でしたっけまあ、でもね、僕思うんですけど、あの、あの人 YouTube でめガンガン NHK ぶっ壊して今、等も作っちゃいましたけど、結局あれの、あの人ね、僕4年前ぐらいから知ってるんですよ。で、NHK もめちゃめちゃずっと言ってるんですね。だから結局、ボンチ出てるんですよね。<laughs> だから、 その、なんでもいいんですけど、なんか、凡事徹底ですよね、久保さん。俺 <laughs>、僕はね、あの、党作っちゃったのすごいなと思いましてね。しかも、受かったんですよね、確かあれ。うん、で、なんかテレビに、なんかあの、アメーバ TV にも出てました。その、党受かって、党当選して。23個ぐらい取得したのかな。とりあえずすごいですね。あと、 あの赤坂マックだったか赤坂さんも企業当選なんかしたのかなでずっと落選ばっかりしてたんですけどなんかと通ったのかなそうだからねなんかまあもちろんその物の見方でこう話すっていうことは大事なんですけど結局やんないし結局続かないし結局ダメなんですよだから結局結局やりながらそれはやればいいと思うんですよやりながらそれは見つけていけばいいし うんほとんどやらないですよね久保さんだからやりながら見つけていけばいいと思うんですよねそうやりながら自分のスタイルっていうの僕もやりながら自分のスタイルっていうのを見つけてったんでうん人それぞれその何でもいいんだ発信し,してから発信することですよねであとは覚えておいてほしいのがみんな発信しないから発信したもんが勝てるってことです これだけは唯一だって自分が,が YouTube とかブログで発信しようと思っても続きます続かないんですよそれがみんな続かないんですよだから自分が挫折するってことは多くの人も挫折してるんですよだから自分が折れなければ勝てるんですよだから挫折した人こそチャンスなんですよ挫折した自分が挫折したっていうことをどういう側面で見るかなんです あやっぱりできないなっていう自分視点で見るのか外的なとこの視点で見るのか要は自分がこれ挫折したってことはお俺以外にもたくさん挫折した人いるんじゃないかなはい事実ですそういう視点で見るあということは待てよこれこれ俺やり続ければ勝てんじゃねっていう視点で見れるか見れないんですねほとんどの人俺俺俺なんですよ違うんですだから違うこの自分の視点じゃなくて違う視点っていうのはこ,のこっちから見るんですよね うん、自分っていう人間を外から見る。あ俺はできなかったっていうことは他の人もできないなみたいな。分かりますそう。だからそれが見れま、見れないですかね見れないや。見れないですね。<laughs> でも見,見ようと思えば見れると思うんですよね。うん。だってみんなできないですよ。みんなできないんで。う まあ僕はありがたいことにそのお客さんの挫折を何度も何度も見てますしそれサポートしてきてるのでまあやれば絶対勝てるなっていうのが分かってるんでやり続けますけどね、はい。ということで久保さんの動画この後映しますんでよかったらどうぞ。 ロバーート清崎シリーズごご覧の皆様本当いいつもありがとうございますえー、これはですね基本的には私と吉谷さ,さんのやり取りの中から生まれた億万長者合宿の参加者さんに向けた動画ではあったんですけどもまあ今はね億万長者合宿も終わりまして億万長者合宿に参加してくださってる方も、まあ、この動画を中心に活動してくださってるのかなしてくれないのかなって分かりませんけどもちょっとアウトプットがそこまでないんでですね、えー、このリレーってのはまたね私と吉谷さ,さんの2人のやり取りになってる部分が多いと思います。 まあでもその中でね、前回、吉田さんがコーヒーのうまい入れ方みたいな動画を撮ってくださって、その中でね、情報を一つを取って、そこから無限に解釈していく力があるかどうかってことの問いかけだったと思うんですよ。私もですね、本をこうやって買うじゃないですか。で、タイトルありますよね。タイトルだけでもうすでにレビューが始まるんですよ。なぜかというと、この本ってのはどんな内容が書いてそうだなってことが、すでに、 これはトラさんの一言ですけども、私は男は辛いよ、全48巻、まあ49巻まであるんですけども、それをね、もう見て見て、そしてファンの人と語り合って、そして柴又まで行って、もうね、いろんな体験があるんですよ。いろんな知識、情報があるんですよ。だからこれを見ただけでもう語れちゃうんですよね。語れちゃうんですけども、ただこれを見たところで映画を見たことがない方とか、映画をあんまり見たことがない方、そしてあの現地に行ったことがない方、ロケ地に取材に行ったことがない方になると、 しっかり言ったことがある人に比べてはちょっと語れることが少ないんで、じゃあ読まないとねって話になってくるんですよね。まあ、ですんでね、あのー、この何かをアウトプットするとき、情報でビジネスをしようとしたとはしようとしたときに何かをねアウトプットしないといけないんですよ。まあ多くは喋るってことなんですけども、喋ることができるかできないかっていうのはそれまでの人生でどのくらい録画のこせてきたかどうかってことなんですよね。ログっていう点が こういいいいった一つのアウトトプットをしないといけなとけ本のレビューをしようかなって時に結びついて面白いコンテンツに変わっていくんですよね。で、えー、とこのね寅、まあ、さんの一言って書いてますんで寅さんでいきますけどもその厚み清志さんに対して何かね面白いことを言える人って厚み清志さんの意外な側面を知っていたり厚み清志さんと山田洋次監督の関わりを知っていたり厚み清志さんと寅さんとの 違いを知っていたり渥美清さんとファンとの関係を知ったりっていうねそういうログがたくさんあるのを結びついて線になったり面にしたりとか面を立体にしてみたりっていうところで話がどん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 面白くなって膨らんでいくんですよね。うてとまですんで私が例えばこの本についてね前回吉谷さんも一つのコーヒーからたくさんのストーリーを作ってくれましたよね。 おいしい味の入れ方から自動販売機で選ばれるようなやり方とかっていうのはありましたけどもそれと同じでこの一冊の本から解釈をどの切り口からいくかなってことなんですよ今即興でやるとですね「寅さんの一言」という本を渥美清さん本人が読んだらどう感じたかなってことを私の想像でお話しますってこともできますしさくらさん倍賞千恵子さんがこの本をね手にして読み始めたら寅さんお兄ちゃんとこの本をどのように対比して 語っていくかっていうね。そういう風なことを考えながら話すこともできます。あらゆる面でレビューっていうのはできるわけなんですよ。だから私のレビューもありますし、この動画をご覧のどなたかのレビューっていうのも食い違ってくるんですよ。その食い違いが独特なんですよ。その違いがすごく面白いんですよね。最近でしたら私はね。nhk にまあ、国民な nhk に受信料を払わない。運動とか。 うん国民を NHK から守る会みたいなんで NHK を敵視するねアンチテーゼをーまあこう振りまいている団体とか主義主張っていうのがあるみたいですけども私はそれが流行れば流行るほど逆をいくんですよ逆にいや NHK ってむちゃくちゃいい番組作ってるよと一瞬でも見たことあるのにあの受信料払わないことを一生懸命やるのって何なのって切り口しちゃったりねいや受信料ってそもそも安いじゃんそんなケチケチしてるんで払おうや みたいな切り口だったり無限な切り口を持って NHK を擁護するっていうコンテンツもできるわけなんですよ実際作ってますけどねと同時にですね NHK はやっぱり悪いやっちゃっていう動画もまあ、無数にできるんですよ無数にできるけどもでも今はそれを私がやんなくてもやってる人がたくさんいるんでそこに参入して競争に巻き込まれるよりかは逆面に貼った方がいいなと思って逆面に貼ってるわけなんですよねまあそういった感じで一つの現象から無限の解釈を読めてるかどうかっていうのがこの解釈の力受信力っていうのが あ情報発信者にとってものすごく重要なスキルになってきます。学校の勉強が得意だとか、それから何かの資格があるとか、有名大学を出てるっていうのはあんまり関係ありません。えもちろんそういうところがね、有名大学を出ていたりとか、ああ資格があったりとかしたらまたそれはそれで面白いんですよ。例えばね、弁護士の資格を持った人がトラさんの生き方について法的見地から語る、これもなかなか面白いと思いますし、東大卒の人がね、東大文学部の人が。 トラさんは一つの作品として見たら100年後に残されているかどうかみたいなことで語るのも面白いと思うんですよこういう風な感じでそれぞれ自分の視点が何になったのかなとかどんな解釈が独特なのかなってことを探してそれをアウトプットするっていうのの繰り返しが情報発信者のまあ役割なのかなと思いますその中で何がお客様から選ばれるか視聴者様に選んでいただけるかってことは分かりませんのでアウトプットの量は増やした方がいいよってことなんですよねで奥満町で合宿の皆さん この動画見てますかアウトプットむちゃくちゃ少ないじゃないですかそれは、うん、これはねアウトですよやりたいという意思も感じられないですねということでございました今回は以上です